豆腐。はい、ということで今回こちらですね、バーン Wii U 1650円、安すぎ、意味わかんない、本体よし、パッドよし、それ以外なーし、ラップ巻き巻き巻き腹のりゆき西木の巻き、パパパパパパパワー。ピグミン3が550円でした。安いですね。はい、説明書もねちゃんとありますと。ただ、これあ、ディスクが綺麗ということで、結構ねジャンク品で漁ってきた Wii U のディスクって傷があって全然動きませんみたいなことも、あるんですよね。過去にスマブラとかマインクラフトとかが全然動かなかったということで、まあ今回ね動いてくれたら嬉しいですということで、バーン、バイオハザードリベレーションズアンベールドエディション、こちらは1100円中古ですね、買ってきました。これはやったことない。クリスとジルだから初代か1か、バイオハザード1かね。リベレーションズはねスロットがおもろかったっすね、大好きでした。まあ、今回ピクミン3が仮に動かなかったということで保険をかけて買いましたね。大事よ、保険はねかけておこうね。まあ、車の保険とか、お、車、え、あ、車ということで早速動作の確認をしていきたいと思います。はい、無事起動しましたね、やったー。ニックネームかー、作者の名前か。車を売るならビッグモーター。ではまずピクミンの方から動作の確認をしてみたいと思います。うわっ、未だ Wii U の無事起動しましたね、やったー。ああ始まった、いきなり始まるな。うわっ、キーピクミンは高く飛ぶな、うん、ダメだ、応答がない。ダメか、いけませんな。うわ、キノコ。キノコのこの子、元気の子、エリンギ、マイタケ、北斗の剣。北斗もそういいですね。みんなおいで。行くぞ。多分こいつら、ここな。もう、ワンをしてるんで、ある程度容量はつかめてるんですよね。あ？あれ？なんか、みたいな。できない？いけいけ、頑張れ頑張れ頑張れ、早く開けて。ああ、もう、ああ、もう、あいじゃー、疲れしゃー、疲れしゃー。ああ、ちょっと一匹が、おい、ちょっと難しいな操作。でかいでかいキノコ、意味深。おお、キモいのがいる、だいぶキモいな。頑張れ頑張れ頑張れ、まあ頑張れ頑張れ、いけいけ。おおお、なんこれ、なんだ、え、お、あ、みんな逃げちゃった。うわぬわー、パパス、赤ピクミンは火に強い。何これは、爆弾。ああ、ピクミンが大量に出てくるやつ、大量に出てくるやつ、そうそう、これこれこれが言いたかった。あ、いるぞ、瓦礫の山だ、ちょっとおいで。あ、かわいい。この年でもやっぱピクミンをかわいいと思えるな。あの Wii U パッド、ジャンク品っぽいな、色が。ちょっと病気ですね。ハードオフ行きすぎだわ。あの、なんかパーツその他とかの分類にありそうね、感じね。頑張れ頑張れ。俺は応援することしかできない。頑張れ。てん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 、すげえ、やっぱもう Wii U をねそんな触ってないんでね、人生で。え、すごい、スライド、うわあ。おもろ、あー、ポンポンで、これで増えるんだよな。あーあーあああ、かわいいね。目が出たぞ。クワの実だ。ああ、赤ピクミン、揉まれて揉まれて、あ、いい気持ちいい。さあ、ちょっと増やそう増やそう、
ね、数の暴力やけんね、ポニョじゃない。ピクミンは。はい、はい、はい。あ、いいっすね。まるでパチンコのアタッカーに入った弾みたい。じゃら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 ってね。行け風のごとく。おお、一匹仕事してない。首です。キノコの子大きい。よくないな。わ、大きい。ほら、もうこんなになってる。ということで、まあ、2日目なんですけど、次はバイオハザードをちょっと確認してみたいと思います。まあ中古品なんで、まあ、全然問題なく遊べると思うんですけど、念のため確認していきたいと思います。カプコン、バイオハザードレベレーションズスタートボタン。はい。バイオハザード、あ、いいっすね。レベレーションバイオハザード、武器で壊せそう、ね、武器で壊せそう。嘘だろ。鍵と言ったらバイオだろ。うえ、増物じゃん、ね、持つうまいよな。砂肝もうまいよな。砂肝を茹でてね、細かく切ってポン酢とネギで食うとうまいよな。いきなり来そうだな、いきなり来そうだな。ほら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 、ハム太郎が上を登ってるぞ。とっとこう走るよハム太郎。急なセーブポイント。いい、ケチャップがすごい。うわい。ネズミですね。ディズニーランド帰っとけ。誰か来てる。ケツだ。ケツが。誰これは。後ろ後ろ後ろ。あー後ろ。うわ。おおおおおお。前歯が4本。いやいや、頭頭、パーカーに行け、パーカーに。パーカー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 、仕事しろ。パーカーナイス、パーカーパ、私は、あー弱かった。ここは、はい、日の光が降り注ぐ。あー好きな感じの女の人、金髪ショートカットいいよな。あーハンターか、あれハンターが捕まった。その後実行犯であるテロリストグループ、信号機、これひどいな、すっかり腐敗している。あれ、これ大木戸博士、白濁した肌、白濁、ジェネシスを使ってみろ。え、これなんかぽいな。あ、ピッピカチュウ、15、15のよう、あ、うわー動いた。え、ちょっと違う、死ぬ、これ、え、聞いてます、これ。絶対聞いてないんじゃない。あー、口がある、なんかこういうナメクジいるよな。あー死んでない。ちょっとパーカー、はせえよパーカー。いいいいいい、キモい。あー、すごい。あー、でもなんかしおれていく姿はかわいそう。うわー、カラス、カラスは撃って大丈夫。ちょ、カラス潜水しとくかな。あー当たらない。これ動くんちゃうの、やだよ。あー動かない、まだいけるか、わかんねえな。で先生、ボケ、じゃ帰りますよ。うわー魚が、魚ー、もう帰っていいっすか、もういいよね、もうゴールしてもいいよね。消える飛行機雲。いや、おもろいっすね、やっぱバイオハザードって。結構いろんなシステムが盛り込まれてるんでね、ぜひ皆さん、これ1100円で買えたんで、まあそれぐらいの金額であったらね、買ってみてください。まあこんな感じでね、バイオハザードもピクミンも Wii U もね動いたんで、まあ、Wii U に関しては本体だけで1100円とかっていうのもあったりするんで、であとはその電源アダプターとかに関しては、まあ普通に多分ジャンクの青箱に落ちてることがあるんで、まあそれを拾っても多分2,000〜3,000円ぐらいで物は揃うと思うんで、もし Wii U をやりたくなった人はハードオフに行ってみてくださいね。まあこんな感じでね、安くゲームが買えるハードオフ、ほんとね好きですね。うん、いやもうほんと好きですね。いやもうほんとに大好き。